はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。今日はですね、いや、今日はじゃない、え今日はじゃなくて、今日は今日は俺から言わせてほしい。ああ、これさ、ちょっとね、俺不思議なんだけど、はい、YouTube ね、はい、まあ始めてね、はい、やっぱ俺も YouTube をこう他の方とかいろんなこう見るようになったんだけどうちのさ、ジョーチャンネルって、はい、全然さ、画像とかさ、はい、俺のさ、現役中のね、写真とかさ、はいはい、ああいうのさ、使ったらいいじゃん、もっと使って分かりやすくしたりさ、いろんな選手が出てくるんだから、はい、だからそしたら選手のこう顔写真とかさ、パッて入れるとかさ、はい、ああいうのないと、はい、なんかすげえ俺分かりにくいなと思って、はい、なんで入れないのそれ、編集の仕方が悪いんじゃない？いや、それは今のジョーさんいっぱい見てもらおうと思ってます。え？いや、そういうことじゃなくてだってさ、映像とかも使ってるじゃない、みんなだってさ、はい、ヨーロッパリーグのサッカーのやつや日本代表のやつだったりさ、過去のさ、今もうさ、昔の検索してたら YouTube だよ、はい、上昇寺、はい、肘打ち歯折られたみたいなさ、ほんとやったら、はい、ダイナスティーカップのあのね、はい、映像が出てくるわけよ。 YouTube だよ、全部。いや、何なこと言ってるなぁ。え、なんで？いや、ヨーチャンネル始まるよ。それ全部使いたいんですか、入れたいんですか、ジョーチャンネルに。だって入れた方がさ、はい、見やすいじゃん。あ、この時のこういうシーンでさ、で、ね、ってさ、俺さ、ユニフォーム着てる写真なんてねえんだよ、一つも。テレビの人だな、ジョーさん。何テレビの人だって。考え方が違うの？だって YouTube みんなそうしてるじゃん。いや、それはあの多分、うん、お金があるチャンネルだと思うんですよね。え、お金が。何お金ってどういうこと？いや、だってジョーさんも知ってますよね、それを使用するには。え、じゃあさ、みんなさ、あれ全部お金払ってんの？あれ。いや、だと思いますよ。え？いや、マジで。いや、そうだと思います。いや、だけどさ、ちょっと俺もこれ物申したいんだけど、はい、これね、今日サッカー協会もそうだよね、 J リーグね、はい、俺の現役時代のね、写真、ユニフォーム着てる写真、はい、俺のじゃない、肖像ね、はい、肖像権。だけどさ、はい、それをなんか使いたいって言ったら、はい、お金払って買わなきゃいけないでしょ、ジョーさんのであっても。でしょ、はい、それじゃおかしくない？俺前々からね、でもそれは思ってんだよね、はい、だってさ、俺だよ、はい、写ってる、はい、で、前にいたチーム、オリンピック日本代表、はい、ね、それをさ、なんで俺が使っちゃいけないの？それなんでお金取られんの？いや、それはおかしいでしょ、まあ、そういうルールなんですよね。ジョーさんの代表時代、うん、例えば僕が撮ってたらそれは使っていいんですよね、多分ね、うん、僕が撮ってたら、うん、あ、それはいいんだ、多分著作権僕じゃないですか。著作権、あ、そういうことか、はい、多分著作権僕じゃないですかね、こう、その写真はウルピーの著作権と、はい、出会うの遅かったないや、そっちかいや、そうじゃなくて、え、そしたらさ、ちょっと YouTube チャンネル見てる人、俺の写真撮ってる人いたらさ、そうですね、だからもう本当にちょうどいいよ、おかしくねえ、でも話が。そうです、ね、俺たちプレイしてさ、こうやって やってんのにさ、はい、じゃあ自分で撮んなきゃいけないのかとか、いや、この自撮り持ちながらこうやってやっちゃうよな、こうやってそういうことです、ね、おかしくない、だって。いや、まあそうですね、いや、だからちょっとやっぱりね、これはね、俺ね、J リーグとか協会にもちゃんとね、はい、これね、改正してほしい、これ、まあそうですね、おかしいもん、はいはい、肖像は選手じゃん、はい、俺の写真だから、はい、だったら本人が使うものに関してはお金なんて取っちゃいけないでしょ。いや、そうです、本当にすっごく正しいこと言ってると思います。でしょ、ただルールが何それ。いや、だけどさ、みんな使ってるぜ。いや、そうです、いや、それはお金を払ってるんですよ、うん、皆さん払ってるわけないじゃん。いや、払ってると思いますよ。ジョーチャンネルは払えないんで、もうちょっとあくまでも想像で当時を思い出していただいてね。え、だってコメントにも入ってたよ、なんか、はい、あの時の映像を YouTube で見ましたって言って。いや、そうなんですよね、はい、だからそれをお金払ってるのかって話じゃん、その YouTube はですね、そう、上げた人が。それはちょっともう難しい話ですね難しい話って、はい、なんか変な濁すね。またジョーさん YouTube 早かったかなえ、かなりグレーなところもあると思います、うん、グレーなところも。グレー、グレー、本当にこう正規のルートなのかとかは、それはもうグレーじゃなく黒でしょまあ限りなく
グレー YouTube のことは分からないから、はい、映像使ってるし写真も使ってるしね、だから使えんじゃんと思っただけなんで、それ純粋だな、ダメな純粋だな、はあ、ジョーさん純粋。過去のねジョーチャンネルのやつもやっぱり、はい、一回見てみたの自分で、はい、そう俺基本的に見ないからさ自分で喋ったやつはね、はい、ここにこういうのあったらもっといいのにねとか分かりやすいなって思うのがあって、それで俺はちゃんと見たらぶっ込んでたよ。いやそれはもう制作陣みんな思ってますよ、そこにあったらいいなっていうのは。あ、思ってる、思ってます、みんな思ってるの。 ただやっぱハードルが高いんですね、そこに。ハードル高いってグレーでしょ。じゃあだからジョーチャンネルは白ですから、かなり白なんです、ホワイトです。うん、はい、いやホワイトで画像も使えるようになるには、うん、やっぱりもうちょっとこうチャンネル自体がこう収益がねもっとこう入ってくればバンバン使えますよ、ジョーさんの。お金で買えってこと。確かにそうか、テレビ局もそうだもんね。そうですよ、テレビ局もヨーロッパリーグとか、はい、いろんなのを1分いくら、はい、300万とかするんだよね。そうですよ。ああそっか、そうか、今これ何百万払っちゃったら大変ですよ、10分の動画に。そうだね、はい、あそういうか、そういうことか。はい、そういうことなんですよ。じゃあ当分使えないね。使えないです、使えないです。あそういうことね。だけど俺のはおかしくない、はい、他の選手もね勝手に使っちゃったらって話ですけどね、ジョーさんのは。俺のはいいじゃん、 J リーグ協会さ。行きますか、ジョーちゃんのとこ。 J リーグフォトが、はい、管理してるはずだから、はい、これ J リーグフォトに俺一回問い合わせしようかな、はい、ジョーチャンネルのジョーですけども、はい、つって、はい、やりましょう。これちょっとおかしくないですか、はい、って言ってね、はい、自分のものは自分で使いたいよね。使いたいですね。誰が撮ったとしてもさ、はい、俺の知ってるカメラマンとか、はい、仲のいいカメラマンの人たちが、はい、雑誌に載っけたりとかさ、はい、だったらその人の許可をもし、うん、もらって、うん、その人がいい面白で使っていいよって言えば使えるんでしょ、うん、いやでも雑誌に載っちゃったやつだったらダメなんじゃないですか。もうそのカメラマンさんからあれが著作権を移動しちゃってるはずですね。移動してんの。移動してんじゃないですか。もうだから買い取ってもらうわけですからね、カメラマンさんたちも。ああそういうことか。多分そういうことだと思いますよ。じゃあ使えねえんだな。使えないですよ、うん、だから本当にジョーさんの親御さんとかが撮った写真とかがあれば一番いいんですよね。スタンドアドラーこんなちっちゃくなってるでしょ俺。多分そうだと思う。そうでしょう。じゃあそういう風にしてみんな食い物にしてんだ俺たちを。食い物にしてんだ。ちょっと言い方があれだと思いますけど、今日何話すか忘れちゃったじゃないですか。いやもういいよ、もう今日もこれで終わりだよもうこんなのもう。俺ちょっと物申したかったからこれね。はい、他の見て、ジョーチャンネル見て、何が違うのかなとかさ、はい、そしたら明らかにそこが違ったから。そうですね。ね。使えないんだね。はい。お金ないから。はい。お金がないから使えない。そういうことか。はい。じゃあもう頑張ってね、はい、お金を貯めて、はい、1枚だけ写真買おう。1枚だけ。もうそれ選びましょうみんなで、ね、まずそっから ね僕はやっぱあのジェフ時代の赤い髪の方がいいな。ここだけ染めたってやつでしょ、はいはい、赤いやつ。もうそんな話はどうでもいいんだよ、はい、もう、はいはい、もうということでじゃあ今回はね、はい、うん、今回これは何なんですか。これデロリアだよこれね。あ、好きなんですか。これバックトゥーザフューチャー2の。あ、2のね。そういうの好きなんですね、ジョーさんは。スタッフがすごいね、もう大好きな人がいてね、はい、ここに置いてったから、今日さ。ああ、そうなんです、ね、走るんだよ、これ。おー、うん、うん、さよなら。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。